だけどこれからどうする？三ツ葉女子短大に行ってバルセロナオリンピックはどうする？君と戦うために必死になってリハビリを始めたジョディとの約束はどうなるんだ？オリンピックじゃなくてもジョディと試合はできます。バルセロナで全世界の人の前で君とジョディは対決するんだ。そして俺はそれを記事に書きたい。なんで？やっぱり私は取材対象でしかないんでしょ？日本女子柔道選手権大会開会式を行います。お聞きください、この大歓声。そうです、猪熊やわらの登場です。日本女子柔道界に彗星のごとく登場してから数々の大会を総なめにしてきた猪熊やわらですが、この無差別級による全日本選手権を勝ち取ってこそ名実ともに日本一の座に輝くのです。日本一は私ですわ。私よ。その猪熊やわらに対戦するのは、昨年度体重別選手権で72キロ以下級を制した村井。1回戦からこの体格の差、猪熊、この圧倒的不利をどう跳ね返すか。いくらやわらちゃんでもあんな大きな人が相手じゃ勝ち目ないんじゃない？でもやわらさんと並んで優勝候補の本阿弥沙耶香だってこの中じゃ軽量級なんすから。その通り、やわらさんにとって体重差なんて問題じゃない。はじめ！こんにちはじゃないだろう。試合が始まるんだよ。試合が危険負けになっても知らないぞ。まったく世話の焼ける子だ。だって花園くんが。君は今試合のことだけ考えていればいいんだ。さ、行こう。新聞記者の兄ちゃんの言う通りだぜ。気にすんなってやわらちゃん。あとは俺たちがいますから。とにかくやわらさんは早く。じゃあお願いね。早く。あ、松田さん。一本！また決まった！ますますさえ渡る猪熊やわらの一本背負い！さあ、準々決勝のこの試合、今大会でも屈指の好カードに数えられるのは間違いありません。猪熊やわら対高坂めぐみ、期待の新星猪熊やわらに対して、世界大会でも数々の実績を持つ百戦錬磨のベテラン高坂めぐみ。まさしくこれは日本女子柔道界の一つの頂点をかけた対戦と言ってよいでしょう。やわらのトレードマーク一本背負い、その派手な大技は見る者に強烈なイメージを焼き付ける。でも柔道は見せ物やショーじゃないわ。大技にはそれだけ隙も生じる。豪快な柔道には緻密な柔道で勝負よ。猪熊が一本背負いに来て背を向け、無防備になった一瞬左手を首に回し、右手で襟を取り、一気に後ろへ倒れ込む。下半身を固め、送り襟締めで勝負。
始まった。猪熊やわらと高坂めぐみ、勝利の女神はどちらに微笑むか。さすがに迂闊に組めないか、間合いを図る両者。さあ仕掛けてらっしゃい猪熊やわら。来た、しまった。大内狩り、しまった。一本それまで。すごい、すごいの一語につきます。猪熊やわら試合開始早々、まさに電光石火の一本で、おい、わしとしたことが不覚じゃ。試合観戦の友、うまくて当たり目を買うのを忘れておった。ただいまより準決勝第2試合、小川智子二段対猪熊やわら初段の試合を行います。さやかさん、何してんだよ、やわらさんの番だぞ。ほら、うん、俺たちここで応援してるから頑張れよ。やっとの出番か、待ちくたびれとはいえ。いけませんな、右足関節外科剥離骨折、全治3週間というところですな。そんな このくらいなんともありませんわ。さあ決勝戦に参りましょう。さやかさん、相手は猪熊やわら、このくらいのハンディがあってこそ釣り合いが取れるというもの。いけませんお嬢様。徳永、話しなさい。無茶ださやかさん。大したことありませんわ。足を負傷しながらも本阿弥さやか猪熊やわらに一本勝ち、明日の朝刊の見出しはこれで決まりですわ。お嬢様。ええ、話しなさい。いいえ、なりません。この徳永、話しません。徳永、私の言うことが聞けないのですか。漢字財宝ずつ行進犯者滅びと。出てもいいが、私は知らんよ。試合してもいいが、私は一切責任は持たんよ。もっともこれ以上悪化させれば3週間どころじゃなく、下手をすれば二度と柔道ができなくなることを覚悟しとくんだね。はじめ！いけ、やわらさん！こりゃ勝負にならんわい。決勝戦は辞退するんです。風祭りさん、今行かなければあの猪熊やわらが優勝してしまいますのよ。私そのような屈辱に耐えられません。さやかさん、それにあの歓声を聞きになって、会場の皆さんが世紀のヒロイン本阿弥さやかの登場を今か今かと待っているのですよ。何を言ってるんです。二度と柔道ができなくなったらどうするんです。そんなこと私にとってはどうでもいいことですわ。今の私にとって大事なのは猪熊やわらを倒すこと。忌々しいあの子を倒すことができればそれで本望。さあいつまでもこんなところにグズグズしていられません。待ってください。話してください。できません。話しなさい。さやかさん、これも全てあなたのためなんですよ。分かってください。お嬢様。徳永さん、出してください車を。早く。風
座祭りさん、どうなされたのですか？いいから早く。はい。ご来場の皆様へお伝えします。本日予定しておりました本阿弥陀耶初段対猪熊柔初段の決勝戦は、本阿弥初段の出場断念により猪熊初段の全日本女子柔道選手権優勝が決定いたしました。柔らさんの優勝だ。ありがとう、みんな。私何試合するの、やわらちゃん。ラッキー。あら、今日は仕事やめたっと。あ、さあ行ってみようか。バカね。第三景品ぶっ飛ばして、それでベイブリッジからの素敵な夜景を見てさ、それでもってさ、その後シーサイドの洒落たホテルで、話してください。うわ。
の熊やわらの一本背負いか。恐ろしいほど技にスピードとキレがある。あのごめんなさい、大丈夫ですか。すみません。もし今の相手が俺だったら。驚かれましたか、タマランチ会長。しかし彼女の実力はあんなもんじゃない。もし真のやわらさんの姿が見たいなら、無差別級を開催することです。ワールドカップ女子無差別級を。ミスやわら猪熊、見てみたい。彼女の柔道をもう一度この目でしっかりと。かわいいよな、やわらちゃん。強い強いって言うけど本当かな。ちょっとお手合わせ願っちゃおう。おい、お前中量級の優勝候補なんだから、ワールドカップ終わるまで女は我慢しろよ。ん？失礼な。僕はね、純粋に稽古をつけてもらおうって思ってんだよ。どこが、鼻の穴広がっとるぞ。はい。ねえ、ちょっとだけね、一緒に稽古しようよ。私本当にちょっとだけお願い。あの、お母さん、そろそろ交代しましょうよ。いや、あと50分だ。さすが日本の期待を背負う無差別級の王者、気合が入ってる。ごめんなさい、大丈夫ですか。おい、あんちゃん、まんだまだ左の引きがこの団子のあんのように甘いぞ。打ち込み300本もやっとくか。はい。やわらもじゃ、なんじゃ今のふぬけたキレのない髪だらけの生暗い一本背負いは。はい。今のがキレがない。完璧な一本背負いだったじゃないか。生暗い一本背負いだって。あれで完全に調整が出来上がったらどうなっちまうんだ。お父さん大丈夫。お父さんは必ずこの会場にいる。必ず。松田さん。お父さんが見守ってくれてるんだ。心配することはない。やわらさん。風祭さん。僕が見守ってます、安心してください。幸運を。早くせんか、ウドの大木がお待ちかねじゃ。さあ、猪熊、日本の期待を一身に受け、初めて世界の舞台に立ちます。対戦するは中国のタオ、198cm、125kg。 ああ、これは大きい。ご覧ください、この身長差。無差別級とはいえ、あまりといえばあまりの違い。こんなのありかよ。いくらやわらさんでもあんな化け物みたいなやつと。バケ野郎、てめえら一体何年やわらちゃんと付き合ってやがんだ。やわらちゃんにかかればあんなやつ宇宙の果てまですっ飛んでいか。猪熊はこれまで東道ら重量級の選手を相手に数々の奇跡を起こしてきました。しかしこれほど大きな相手は初めてです。山下さん、今回もまたあの奇跡が起きるんでしょうか。奇跡？いや、奇跡で勝ち続けることはできません。はじめ！わー！ベルギーの国旗がはためきます。
世界選手権72キロ以下級5連覇の輝かしい記録。これまで女子柔道界を背負ってきたまさに女王です。 すごい人気だな。あれだけ綺麗なら当たり前よね。これはまたひときわ大きな歓声。日本の猪熊やわらの登場です。先ほどの試合でここ小中体育館の改修の心をあっという間に掴んでしまった猪熊やわらであります。見ろ、やわらさんだってベルケンスに負けちゃいないだろ。みんなどういう風にしてんだろう。さっきも変なおじさんがやわらちゃんにファンレター渡してくる。そう、変なおじさん。そう、それがおかしいのよ。ジゴロおじいちゃんみたいにおせんべいとかお菓子いっぱい持ってんの。ちょっとそれよこせ。だいたいファンレターだったらやわらさんへとかやわらちゃんへって書くものよね。それを偉そうにやわらへだって。小次郎さん、どこだった、どんな人だった。南側のトイレの前よ。なんか汚いジャケット着て古臭いハンティング帽かぶってんの。あ、何よ小座くん、また私をほったらかす気。ああ、やわらさん、やわらさん。はい。お父さんは必ずこの会場にいる。はい。とにかく君は試合に専念しろ。いいな。はい。後のことは俺に任せろ。僕も見守ってますよ、やわらさん。風祭りさん、輝いていますよ、やわらさん。眩しいくらいに。さ、急ぎましょう。クイーンがお待ちかねです、プリンセス。ウジコさん、この綺麗な人も空飛ぶの？飛ぶわよ。猪熊さんと試合したら誰だってすっ飛ぶんだから。なんだ、結局柔道って空飛んだ方が負けなわけ。転んだら負けなんじゃない。あ、お相撲と同じだったんだ。お相撲じゃないわよ。じゃあ何かしら。困ったわね。ごちゃごちゃ言ってないでちゃんと見ましょう。柔道ワールドカップ無差別級準決勝、日本の猪熊、女王ベルケンスを相手にどう戦うか。猪熊、いいか、俺をぶん投げた時のようにこの女王様もぶん投げろ。花園、お前やわらちゃんと組んだことあるのか。はい、一度だけ。くにやろう、どこまでも羨ましいやつだったくん。貴様、やわらちゃんのどこを触った。それは許せん。うわー、せっかんだ。猪熊、頑張れ。ジャケットにハンティング帽、ジャケットにハンティング帽、ジャケットにハンティング帽。くそー、どこだ。レイ、さあ決勝進出を決めるのはベルケンスか猪熊か。ヤワラ、あなたの強さを私に見せなさい。私もあなたに柔道の恐ろしさを教えてあげるわ。強さを私に見せなさい。私もあなた柔道の恐ろしさを教えてあげる。お父さん、見ててね。ベルケンス、組んだ途端に後ろに飛びのきました。何、
何今のは。汚いジャケットに古臭いハンティング、ジャケットにハンティング。したことかベルケス、まともに組もうとしません。山下さん、これは作戦の一つでしょうか。組もうとしないんじゃありません。組めないんですよ。最初に組んだ瞬間にベルケスは感じたんです、イノクマの怖さを。さすが女王様、そう簡単に投げさせてくれんわい。こんなに人が多いんじゃ服装なんて手がかりになりゃしない。なんか他に手がかりがなきゃ。この音は、この音はせんべいの音。変なおじさん。さあ、ジゴロおじいちゃんみたいにおせんべいとかお菓子をいっぱい持ってんの。どこで聞こえた。場外。いいわ、猪熊さん、その調子を。うんうん、それで。それでさ、すごいのよ、彼ったら。そう、すごいのよ。彼、カバンからね、着せ替え人形取り出しておままごとしましょうって言う。うっそー、やったー。ちょっとみんな何言ってんのよ。猪熊さんがこんなに一生懸命戦っているっていうのに。分かってるって。だから相手が空を飛んだら勝ちなのよね。ね、転んだ方が負けじゃなかったっけ。とにかく真剣に見ましょう、真剣に。はい。場外。場外、また場外です。ベルケス、どうしても組んでくれません。け、逃げてばっかしやがって。何が女王様だ。あんなのが女王様だったら、ヤワラちゃんは神様だぜ。どこだ。どこで聞こえた。場外。あっと、ここでまたまた場外。これではお互い柔道になりません。ベルケス、指導。ここで指導です。防戦一方のベルケスに戦うよう指導が与えられました。これでは女王の座が泣きますね、山下さん。いや、ベルケスが本当に強いから猪熊の怖さが分かるんです。私もああいう気持ちになったことがあります。ずっと昔、ある男に。猪熊小次郎さんですね。待ってくれ、小次郎さん。試してみるしかないわ。このままでは勝てない。さあ、両者やっとまともに組み合った。さあ、どう来るの、やわら。どいてくれ、待ってくれ、小次郎さん。どうしたの、来ないの。来ないのなら私が行くわ。ベルケス仕掛けた。猪熊は危ない。勝った。おい、猪熊、一本背負いに入っている。これは決まった。おっと、ベルケス、こらえた。
本勢よ、足をかけてこらえた。待ってくれ小次郎さん。なんて強いの。この人強いわ。猪熊の一本強いが食わされるなんて。あっ、キャラ見えねえじゃねえか。あほんだらっかよ。できることなら今すぐ飛んでいって君を追いつきたい。猪熊惜しい。猪熊ベルケンスから落ちて場外に救われました。いや、ベルケンスは猪熊の技を警戒して初めから場外近くで仕掛けたんです。ああ、何かあったらすぐ場外に逃げられるようにですね。そうです。しかしあの猪熊の瞬間的な一本背負いによく反応して足をかけて逃げたもんです。さすがは女王ベルケンスです。しかしただ逃げることができても勝てません。見てください、今の猪熊の技でベルケンスはますます逃げ腰です。なりはダメだった。膝車から出足払い。いや、この子のバランスの良さではかからないわ。とにかく寝技に持ち込もう。寝技に。どいてくれ小次郎さん。先ほどの指導に続いてベルケンスに注意が与えられました。そう、逃げるしかないんです。あの時の私がそうであったように。やりましたね。注意は有効を取ったのと同じ。ベルケンスは技あり以上のポイントを取らなければヤワラさんに勝てません。何がポイントじゃ。わしの柔道に判定だの優勢勝ちだの半端なものはない。一本を取るか取られるか、それが柔道じゃ。はあ、一本取らねば相手にいつ一本を取られ逆転負けを食らうかわからん。あれ見ろ、そろそろ女王様も本気じゃ。なぜ逃げるんです小次郎さん。ヤワラさんは、あなたの娘はあなたが見守ってくれていると思って今戦ってるんだ。さあ、残り時間はあと1分を切りました。ベルケンスどう攻めるか。焦っちゃダメだ、この子には力がない。そうよ、何をためらっているの。私には力がある。おベルケンス、奥襟を取って力負けてに振り回した。今だ。ベルケンス、支え釣り込み足に行った。やわら、このまま寝ません。猪熊はこらえた。ヤワラさんに投げられた時と同じだ。すまん、離せ
話すもんか。話せ。やだ。決まったんだ。どっちが勝ったんだ。